はいどうも、今日も楽しくイカタコライフ、桃イカです。本日ご紹介するイカタコ水族館はこちらです。仙台海の森水族館は宮城県仙台市にあり、東北有数の規模を誇っています。海と人、水と人との新しいつながりを生み出す水族館をテーマに2015年にオープンしました。地元宮城の海や川の生き物はもちろん、世界各地の珍しい生物に多く出会うことができます。中でも海の森水族館の前身であった旧マリンピア松島水族館時代に展示されていた希少な生物たちを今もなお見ることができるのも見どころの一つです。僕が行った時はこの動物の森コラボっていうのをやってて、至る所にパネルがありました。もう入ってすぐこちら、マボヤの森って言って、マボヤをなんと下から見れる水槽なんです。もう飼育員目線からすんごい掃除しづらいなっていう印象の水槽なんですけど、もう本当に海の中に潜って、そのマボヤの養殖風景を下から見れるような水槽です。こちら命きらめく海という大水槽になってます。これがね、結構自然光が降り注ぐ水槽で、すごい開放感があって綺麗です。まあ、地元宮城の海で獲れるような生き物たちを中心に展示してます。でちょっと前までは仙台湾で獲れたスナメリっていう希少なイルカの仲間を展示してたんですけども、今ちょっと研究のためバックヤードの方にいたので、残念ながらこの日会うことはできませんでした。続いてこちら親潮の海ゾーンになります。ちょっと深海域にいるようなやつとか、冷水に暮らすような生き物たちを展示しています。タコを発見しました。水ダコです。この解説パネルもね、今回は動物の森コラボということで、こんな感じで特別仕様になってました。水ダコは世界最大のタコとして知られる種類で、もう大きいものだと9メートル300キロも記録されているそうです。そしてこの水槽は結構ですね、こう照明を落としてて、ほぼ赤いライトのみの水槽で、かなり暗くしてました。以前僕が来た時っていうのはもうちょっとこう明るくてですね、あのタコがもう見やすいような感じの展示だったんですけども、まあおそらく水ダコってこう深海域とかに普段は暮らしている種類なので、そのタコへの配慮でこういった照明を落とした展示にしてるんだと思われます。たまにこうやってね、もぞもぞ動くんですよ。それがなんかこう恐ろしさみたいなものをかきたてるような感じの展示でしたね。この水ダコはダイオウイカと並んで、あの伝説上の生き物クラーケンのモデルになったというふうに言われている生き物でもあります。ちょっとね、この集合体恐怖症の方からすると、この吸盤の羅列閲覧注意なんですけど、まあ、結構水ダコはね、こうやって壁にくっついてじっとしていることが多いです。とにかく食欲がすごい旺盛で、もういろんな生き物を食べるというふうに言われています。
もう一般的にはそのカニとかエビ、まあ魚とかはもちろんなんですけども、まあ、過去にサメを襲って食べたっていう映像も撮影されたほど結構貪欲な捕食者になってます。そのなんていうか怖さがよく出てる水槽です。さらに奥に進んでいくと深海未知の海エリアというものがあります。こちらではオウムガイを発見しました。まあ残念ながら生きているものではなかったんですけども、このように殻の標本が展示されていました。まあ、オウムガイも深海に暮らす生き物なので、このような感じで動物の森仕様でそれが解説されていました。やっぱりこのオウムガイの殻ってすごく美しいですよね。この模様といい形といい、ちょっとやっぱり他の頭足類とは違った魅力がありますね。そしてさらに奥に行くとオオメンダコを発見しました。このオオメンダコはメンダコに比べて大きくなる種類で、全長が30センチ以上になります。そして分布も茨城県から北海道沖の深海ということで、メンダコに比べて北に暮らす種類になります。ただこの展示されていたものっていうのはあまり大きくなくて、まあメンダコとそんなに変わらないようなサイズだったんですけども、もうこのオオメンダコの標本自体僕見るの初めてだったので、そういった意味ですごい貴重な展示でした。というわけで今回は宮城県にある仙台海の森水族館に行ってきました。まあ、海の森水族館では水ダコとあとオオメンダコの標本に出会うことができました。水ダコの水槽はもう完全に照明をかなり落としてて、もう赤ベースだったので、すごい他の水族館で見る水ダコとはまた違った雰囲気を味わうことができました。まあおそらく水ダコとかって割と深海とかその暗い場所に暮らしたりしてるので、まあ、そのタコへの配慮であれぐらい光を抑えているんだと思うんですけども、まあ、ちょっと写真を撮るには、まあ、撮りづらい水槽ではあるかもしれないです。まあ、ただタコもね、ちょうどいい明るめの場所に来てくれた時には赤い照明の中のちょっと他の水族館では撮れないようなクールな水ダコの写真を撮ることもできるので、もう皆さんもぜひチャレンジしてほしいと思います。まあ、今回残念ながらイカの方はいなかったんですけど、まあ、水ダコの水槽はあれも常設で常にタコが入っているみたいなので、もうタコ好きの皆さんはぜひ行っていただきたいと思います。そして
今回海の森水族館で買ったイカタコグッズがこちらです。はい、こちらイスダコのスマホ&ペンスタンドです。ちょっと開けてみたいと思います。はい、こちらですね。海の森ではね、もう水ダコがすごい迫力があったんで、これはなんか水ダコグッズを買わなきゃなと思って、こんな感じです。結構リアルですね。このなんか水ダコの独特のこの肌の質感とかも忠実に再現されてます。でちょうどこの後ろの方がこんな感じ穴開いてるので、こうやって入れておけます。そしてここにスマートフォンを、まあ、こんな感じで置いておけるという代物です。しかもこれさらにですよ、ここ腕がね、このくるんって巻いてるんですよ。ここにこんな感じで、はい、刺してあげることもできるんです。まあ実際ね、これ使うってなったらもう水雑魚何匹もいないと、この普段使うペンの量とかカバーできないっちゃできないんですけど、いいんです。もうこれがいるだけでもう可愛くて癒されますよね。もう実用的とかそんなのどうでもいいんですよ。もうこんな感じで、はい、完全に水雑魚見えなくなるけどいいんです。もうとにかくここにスマホ置けって書いてるんだよ。はい、というわけで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。バイバーイ。